旧敵武田家との攻防を続けていた家康期、三太夫に三代やむを得ず、信康が武田に通じて私に何、俺を使いこなせよ。半蔵が戻れば真実が明かされよう。いかにして時を稼ぐか。まずはこの劣勢をどうにかせねばなるまい。おう、任せろ。し、皆の者、武田の兵を削るぞ。武田は崖上より兵を送り込んでいるようだ。俺が行って止めてきてやる。信康が裏切るはずなんてないわ。真相を確かめるまで私は引かないわよ。セナ、そうだな、私も同じ気持ちだ。力を合わせてこの難局を乗り切ろう。信康、臆して動けぬのか。ならば拙者が出て露払いしてやろう。物を止めよ。武田を勢いづかせてはならぬ。織田殿は裏切りを許さねえようだ。徳川の命運は始末のつけ方次第でしょう。始末か。信康を見てということだろうが、そのようなことできるわけがない。我らにこうして信康が兵を挙げる手はず、家康もこれで終わりだ。よっしゃ、砦を落としたぜ。これで武田の増援は止まるはずだ。信康と武田勢に連携されては厄介だ。先に信康方の砦を落としてしまえ。信康の真を傷つけるのは不本意だが、この状況ではやむを得まい。者ども、武田の武勇を見せつけてやれ。なぜ武田が、何がどうなっているのだ。武田にばかり戦わせて信康は畳の剣。失礼ながら悪どい男でございますな。そのようね、きつくお仕置きしないと。本当はまだ戻らないのかしら。開門。砦は抑えたぞ。味方の兵を進めよ。岡部、この家康の顔に免じて引いてくださいませぬか。敵将の面を見てなぜ引かねばならぬ。そういえば岡部殿はそういう御人だった。岡部殿を止めることができたか。この勢いで武田勢を押し戻すぞ。信康はまだ動かぬか。少しばかり脅しつけねばならぬようだな。おう、近づくようにが動いたか。信康のもとに行かせてはならぬ。我らが勝頼らを足止めしておきましょう。おう、任せろ。これっぽっちじゃ満足できねえ。武田にあだなすならば容赦はせぬ。あくまで信康は動かぬか。ならば攻め方も考え直さねばなるまい。
撤収だ。もしや我らは謀反を起こしたと思われてる。だとすれば一大事、申し開きに行かねば。開門。ほらそら、ようやく信康が出てきたな。受けたまった。家康殿、どうするかはあんた次第だが、たとえ許しを請うてきても切り捨てる所存。それが当主としての務めと心得ている。うまく信康を討ち取ったように見せないと、桃地に何を言われるかわからないわね。無念って、あれ切られてない。いいから死んだふりしてなさい。信康は死んだが、これで一件落着とはいかないでしょうな、家康殿。ああ、身内から謀反人を出した以上。おう、私も厚かましく生きながらえるつもりはない。バカね、それじゃ腹を切らされるじゃない。こうなったら奥の手を使うしかないわね。あんたたち聞きなさい、信康をそそのかしたのはこの私よ。おじ様の仇である信長に従うのはもう限界。まだ信長に従いたいならあんたを撃つ。瀬野、もしや全ての罪を一人で。いや、この時を稼ぐための。半蔵が戻るまでこれでごまかし通すわよ。勝利条件変更。家康、本気でかかってきてくれないと桃地に疑われるわよ。ほら、覚悟せよ、瀬名。この家康が成敗してくれる。若、瀬名様、服部半蔵、ただいま戻りましたぞ。武田に内通を誘う信康殿の書状を届けたのはやはり伊賀の忍びでござった。三代、すべては貴様の企てであろう。弁解は聞かぬぞ、観念せ。バレちゃ仕方ねえ。そうだよ、全部俺がやったことだ。私が勝つ。そのような卑劣な真似を。断じて許さぬぞ。勝利条件変更。俺を切れるもんならやってみな。このども手負いの瀬名を狙え。瀬名は先ほどの戦いで怪我を。どうしても瀬名を守り抜かねば。しばらく俺の手下どもと遊んでな。受けてみよう。どっちのやつ、どこに隠れたって逃がさないわよ。瀬名、無理をしてはダメだ。あとは私に任せて。そうはいかないわ。信康にひどいことして許さないんだから。とても瀬名止められそうにないな。ならば私が守ってやらねば。どちらが誠の桃地かわからぬが、とにかく終われば。敗北条件変更。いずれの三太夫も動きが見えるから。もしや両人とも偽物か。申し訳ござらぬ。桃地に術をかけられこのような。私は何を。桃地が目の前に現れ、その後は何も覚えておらず。受けたまった。
地にあったか。徳川の将に変化の術をかけていたが、卑劣な真似をしよって。まんまと引っかかりやがったな。じゃあ俺は逃げさせてもらうぜ。ここは私が。おう、桃地、逃がすもんですか。三代、俺が手塩にかけて育てた忍びたちだ。たっぷり相手をしてもらうぞ。おう、任せろ。厄介なのを出してきやがった。天下無双って俺のことだろ。なんだ、あの砦で何やら怪しい動きが。忍びか、こんなところで何をしている。信康方の将がまだ残ってやがったか。仕方ねえ、ここで始末してやろう。信康方の将が忍びに襲われているだと。助けてやらねば。この上は私も家康様に加勢しますぞ。敵将討ち取ったり。聞かせていただこう。残念だが、この程度で死の俺じゃねえ。またどこかで会おうぜ。逃がしたか。とはいえ事なきを得てよかった。これだけ引っかき回されて事なきですって。もうみんな無事だったし、よしとしますか。さてと片付けちまおうか。半蔵が戻れば真実が明かされよう。それまでいかにして時を稼ぐか。まずはこの劣勢をどうにかせねばなるまい。皆の者、武田の兵を削るぞ。武田は崖上より兵を送り込んでいるようだ。俺が行って止めてきてやる。我らに呼応して信康が兵を挙げる手はず。家康もこれで終わりだ。なぜ武田が。何がどうなっているのだ。信康が武田勢に飲まれる前に引き離さねば。先に我らの手で信康方の将を倒してしまうか。この砦さえ抑えりゃ武田の侵入を止められそうだな。信康め、臆して動けぬのか。ならば拙者が出て露払いしてやろう。オカベ殿が出てきたか。かの者を止めよ。